それでは、早速なんですけれども、出演者の皆様から公演初日を迎えても意気込みと、ご挨拶をともにお願いできればと思います。鈴木さんからお願いします。はい、改めまして、ガブミマル役を務めさせていただきます、鈴木翼と申します。やってきましたね、ついに鈴木が急やなねえ、どこ見ていってんのよ、それということでね、皆さん、本当カンパニー一同、本当にいろんなことにチャレンジしながら尽力して作ってきました。それをやっと皆様にお見せできるっていうことも含めて、まだまだ登っていける階段がたくさんあるなっていうふうに思っておりますので、本番の中でもさらに上がっていくこの地獄楽、舞台地獄楽のカンパニーを皆さんに愛していただけるように精一杯頑張りたいと思いますので、応援のほどよろしくお願いします。ありがとうございます。では、篠本さんお願いします。はい、改めまして、山田朝右衛門さぎり役を演じさせていただきます、白本彩乃です。本日こうしてみんなで初日を迎えることができてとても嬉しく思います。で、私自身殺陣の経験があまりなかったんですが、今回このように剣技に優れたさぎりという役を演じさせていただいて、むしろ彼女から得られたことが本当にたくさんありました。そんな中でいろんな、ね、罪人だったり同じ山田朝右衛門の方々からたくさんの成長のきっかけをいただきながら、さぎりが大きくなっていく物語でもあると思うので、今日から一緒にさぎりと成長していくつもりで初日を迎えたいと思います。千秋楽まで進化する地獄楽で荒れるよう頑張ります。よろしくお願いします。ありがとうございます。松島さんお願いします。はい、あざ長役の松島優之介です。そうですね、今回の作品本当に熱い戦いのシーンがとにかく多くて、まずはその稽古場の段階で誰一人欠けずにここまで来れたっていうのが本当に、本当奇跡に近いことなのかなと思うので、より一層気を引き締めて何より千秋楽までお届けできるように、全力でみんな力を合わせて、翼の引っ張ってもらいながら、みんなで頑張っていきたいと思いますので、最後まで走り抜けるのを見届けていただけたらなと思います。よろしくお願いします。はい、山田朝右衛門東馬役の田淵瑠衣です。まずは無事にここまで来れて本当に嬉しく思います。お客様に、全力の熱量で何か一つでも持って帰っていただけるように、明日の糧になるように、全力で頑張りますので応援よろしくお願いします。はい、天仙役の高橋健介です。本当に地獄楽の原作の美しく無力に儚い世界観を舞台で表現できることを嬉しく思いますし、映像とか、皆さんの目で、耳で、そして鼻でいろんなもので体感できると思うので、ぜひ最後の最後まで楽しんでいただければなと思います。ですね。でも兄弟、そこは実年齢が逆なんですか？そうなんですよ。そうなんですよね。僕が兄で、るいくんが弟の役なんですけど、実際僕が1個下で、だから稽古場から実はもうずっとるいくん、るいくんって、僕が弟でした。完全に弟だった。そうですね。めっちゃ可愛い。でも、いや、でも兄さん、兄さん。そう、兄さん。作中もすごい言うから、兄さんね。まあでも、だからなんか、ある種ね、兄貴役ですけど、そのるいくんとは今回が初共演なんですけど、その関係性を深めるのに、そこまで時間はかからなかったのかなっていうのはちょっと思います。うん。まあ、でもあれだよね、目で見て。そうですね。耳。いや、本当に。あと鼻って言ったんですけど、これがどういうことかっていうのを、いや、そうですね、マジで鼻でっつってね、本当に会場全体を巻き込んだような、本当に島にいるから、いや、本当にそうなんですよ。本当に皆さんも何か罪を犯したのかなっていう送り込まれたからね、来てくださる時に、ね、ちゃんと手縄をつけてきてもらって、ちゃんと手縄をつけてもらって、もう本当臨場感たっぷりなんで、そこもでも注目してほしいポイントではありますね。女性ですしね、あんまりこうね、ガツガツいってもっていうのはあったんですけど、舞台上の上でというか芝居の中で何かこう表現できればいいかなと思ったんですけど、それだけじゃ足りないなって思うものもたくさん出てきてから、いろいろお芝居の話とかもね、させてもらって、なんか友達になりました。あ、いいね。友達になれましたね。友達になれましたね。なれましたね。ありがとうございました。